クラクサなりデビがスラサタンナ聖書から脱走した。直ちにシティへ向かい身柄を確保せよ。そんなバカな、もうこの可能性は考えるな。考えてはならん。おそらく奴らが何か小賢しい真似をしたのだろう。私がこの目で確かめればきっと。な、バカな、こんなバカなことはありえない。私の目が狂ったのか。ああ、な、また現れただと。一体どういうことだ。実に滑稽な姿を見させてもらったよ、アザール。アーカー社によって脳内へ何らかの考えを植え付けられると、たとえ大賢者でも目の前の物事を正しく認識でき、お前たちはいつも自らの脳内にある世界と自らの思う世界しか見てこ、だからこそお前たちはクラクサナリデビの存在を無視した。彼女が聡明セノ、お前はずっとこのような機会を待っていたのか。お前が再び私と対峙することをアーカー社が予測していたが、このようなシナリオになるとは思ってもいなかった。私の油断が、自らの過ちを認めてまでアーカー社の問題だとは言いたくないか。やはりあ、プライドの高いお前がアルハイゼンや旅人たちと手を組むとは確かに予想外だ。人は変わるぞ、アザール。アーカー社はもう俺の行動を予測できない。そろそろ、うん、お前たちが何を調べ上げたのか言ってみるがいい。時間稼ぎか。ここはスラサタンナ聖書だ。お前自身が定めた規定により、教令員の者がここへ入ることは、調べ上げたことについてだが、少なくともお前が神に逆らったという重罪を犯したのはもう知っている。それがどうした。まさか私にお前の目の前で罪を認めろとでも。大マハマトラ殿、いや、神の前で罪を認めろ。お前はかつて俺にお前を審判する権利はないと言ったが、今神の名においてならどうだ。